18人滑り終わって、ユカ佐藤、日本の佐藤がトップ、アメリカハーディング、カナダシュワナール、ポーランドレシュニーオ、そしてハンガリーチャコ、フィンランドカヤシ、日本井上レナは12位です。最終第4グループの紹介です。中国のルーチェン・シンロ、アメリカ・ケリガン、ウクライナ・バイウル、ドイツ・シェフチェンコ、フランス・ボナリン、ドイツ・ビット。井原さん、はい、優勝争いに大きく影響する楽しみなグループですが、まずこの現在4位のチンロ、彼女のいいところは、はい、指の先からエッジの先までですね、非常に伸び伸びと使ったの表現力と、それからやはりジャンプの切れ味ですね。はい、アメリカナンシー・ケリガン現在トップ、非常にテクニカルはプログラムは良かったケリガン。このケリガン選手の特徴とすみますと、このケリガン選手はジャンプがですね、練習の時も試合の時もほとんどいい時と悪い時の波がないぐらいに正確に飛べるんですね。それがまあ非常な強みになると思います。オクサーナ・バイウル選手は昨日ぶつかるアクシデントがあった右足のすねの部分をミハリ縫うという怪我になりました。出血もありました。ちょっと腫れていますね。これ右足ということは着地の足ですね。そうですね。それとあとフリップジャンプ、それからルッツジャンプのですね、比較的難易度の高いとされるジャンプのその塔をつく足なんですね。つま先をつく、右足でつま先をついて飛ぶわけですね。はい、ですからその滑っている間にかなりその辺が、まあ、響くと思いますね。現在3位のボナリー選手、このボナリー選手は何といっても井原さん、ジャンプでしょうか。そうですね、スピードと瞬発力と言いたいんですが、このボナリー選手はここのところに来てすごくその表現力も身につけてきたんですね。はい、ですからジャンプは非常に優れたコンビネーションジャンプを持ってますので、まあ、その辺の総合力でかなりいい試合ができるんじゃないかと思います。そして最後に滑るカタリーナ・ビット選手はこの28歳戻ってきたというビット、モナリ選手とかですね、他のオクサナ・バイオル選手のようにですね、すごいジャンプっていうのはないんですけれども、やはりそのメリハリのプログラムの中でのメリハリのつけ方とか、それからプログラムの構成、それからやはりその見せるという一つの表現力のあれですね、手の使い方、足の使い方、それから顔の使い方といったものが非常によく細かく計算されて、トレーニングされてここに出てきているという、まあ、一言で言うと本当に芸術的というような滑りをする選手ですので、まあ、それが今回どういう評価されるかというのも楽しみだと思います。ウォーミングアップ6分間のうち残りあと1分になってきました。あと一人、このドイツのシェフチェンコ選手もバイウル選手とぶつかったその打撲の後は右脇腹を打ちましたが、どうでしょうか。滑走順がチンロ、ケリガン、バイウル、シェフチェンコ、ボナリー、ビットとなっています。この、ま、演技する順番、滑走順、井原さん、このオーダーをご覧になってどうなんでしょうか。まあそうですね、ケリガン選手の滑りの得点によって、まあ、バイオル選手とかボナリ選手に相当プレッシャーがかかってくるっていう滑走順になりますね。これはあっとぶつかるシーンがありました。ビット選手とボナリ選手、立ち上がってすぐ滑ってます。これ今のぶつかるシーン、